元中日監督の森重和氏69が岩瀬仁樹氏49と TVA スポーツ CH テレビ愛知公式に出演来期中日のキーマンとなる中田翔内野手3号が抱えるリスクを指摘した写真ありすごい女性誌「アンアンの表紙を飾ったドアラ球団マスコットが同志の表紙飾るのは史上初快挙ダブルコート 中田は15キロ減量して体重90キロ台に落としたことが報じられた。森氏は、俺も本人に落としたと聞いたけど、これが来年シーズンに入っても同じような状態で何もなく1シーズン乗り切れるかはクエスチョンがつく、と指摘した。中田は腰痛など怪我にも見舞われ、62試合の出場で打率、217、4本塁打、21打点に終わった。 8月8日の d n a 戦で代打出場して以来、1軍から遠ざかっている。森氏は怪我がちな体の状態を心配、長く休まれると監督もいろいろなことを考えると続けた。岩瀬氏も、1シーズン出場できるのか、バッティングもいい時の内容なのか、使ってみないとわからないでは計算できない、とリスクを指摘した。